来吧，开始我们的班级审判。现在装备我们的技能啊，看一下，现在还多15个空位。装什么好呢？这几个吧。簡単な説明をしておきましょう。学級裁判で正しい黒を指摘、黒以外の全員、ちなみに。というわけで、テンションバリバリ、クレイジーマックスな学級裁判の開幕だよ。まあ言うまでもないけど、今回の事件で明らかに怪しいのは、みんなで力を合わせて頑張りましょう。明らかに怪しいのは、さあ気合を入れていきますよ。絶対に犯人を見つけましょうね。疯狂盖台。ショーの最中に殺人が起きたってことは、それを開催した張本人である。キエー、デンコ選手は気合十分ですよ。沢頭ちゃん、なんで邪魔するの？これじゃ話が進まないよ。ああ、邪魔なんてしてないですよ。それに我没有妨碍你啊。思春期の男子なんて感触の話しか。思春期的男子。怪しいのは卑弥呼だよね。竟然是你说出口的。ちょっと、なんでアンジーさんが夢野さんを疑うんですか？アンジーさんは夢野さんの友達じゃないんですか？アンジーじゃなくて神様がそう言ってるんだ。什么都推给神明就好了。神様が神った推理でみんなが生き残るための道を示してくれてるんだから、感謝しないと罰が当たっちゃうよ。壊掉了、壊掉了。何が神様ですか。天子はそんなものに負けませんよ。夢野さんは天子が守ってみせます。でも夢野さんが疑われるのも仕方がないわ。星君が死んだのは夢野さんのショーの最中ですからね。しかも死体が水槽の中に突然現れるなんて、水中脱出のトリックが関係しているとしか思え。マジックを行った夢野さんを疑うのは自明の理だよ。那不是魔术、那是魔法。それは違
違うぞ。うちの水中脱出にトリックなどない。あれは魔法だからな。そうじゃなくて魔法だからな。犯人じゃねえってことを意見しろよ。魔法か、あったら素敵だね。不思議ミラクルだよね。で、卑弥呼ってリョーマを殺しちゃった？正直に神様に告白しちゃいなよ。ホクパー、ホクパー、やめてください。そんなわけないじゃないですか。ビジュンは突然消失。いや、ユメノちゃんは水中脱出のトリックを利用してホシちゃんを殺したんだよ。まあそのトリックが何なのかはわからないけどさ。不知道你还怀疑？还乱讲？トリックなど。ここまで言うってことは本当にあれって魔法なんじゃ。最天然呆的居然是我们的全太啊。いいからさっさとトリックの種明かしをすれば。じゃないと本当に犯人になるよ。ユメノさんをいじめるのもいい加減にしてください。こんなに小さいのに可愛いじゃないですか。かばいたい気持ちはわかるけど、ちょっと思いが先走りすぎかもね。神様のお告げによると、犯人は水中脱出のトリックを使って自分と龍馬の居場所を入れ替えたんだって。太神了吧。その直後にタイムリミットが来て。是宇智波佐助吧。星ちゃんは上の水槽から落ちてきたピラニアに。食べられて死んじゃった。ピラニアに食べられて白骨化なんて。死んでも死にきれない。ちょっと待てよ。それは違うわ。水中脱出の魔法にトリックなど。まあ。いつまで言ってんだ。神様のお告げによると、犯人は水中脱出のトリックを自分で言ったんだって。その直後にタイムリミットが来て、ホシちゃんは上の水槽から落ちてきたピラニアに。食べられて死んじゃった。それは違うぞ。いや、星君はピラニアに食べられて死んだわけじゃないよ。ほら、モノクマファイルを見て。ここに死因は溺死って書いてあるよね。死因は溺死。つまり星のやつは溺れて死んだってことだな。へえ、そうなんだ。モノクマファイルなんて見てないから知らなかったよ。浪費時間だ。嘘を言わないでください。嘘つきは男子の始まりですよ。でもそれがどうした？卑弥呼と水中で入れ替わった龍馬が溺れて死んだ後にピラニアにガブガブされただけでしょ。いえ、ユメノさんの水中脱出のタイムリミットは60秒しかありませんでしたし、ショーの序盤に入れ替わったとしてもその短時間での溺死は不可能だと思いますよ。だったら彼はいつ溺死させられたのかしらね。表演開始前。星君はあのショーが始まる前にすでに溺死させられていたはずだよ。ピラニアに襲われる直前の彼は水の中から逃げようともしていなかった。それどころか身じろぎ一つしていなかったんだ。そう、死んでいたんだよ。あの時の彼はすでに死者になっていたのさ。では彼の死体はあの時までどこかに隠されていて、犯人がそれを水中に出現させたということですか？でもどこに隠していたの？ショーの最中に水槽に出現させるとなると、水槽のすぐそばである必要があるけど。そんな隠し場所がどこにあんだよ。あのステージのどこかに死体を隠せる場所があったんだろうね。まあ
水中脱出トリックをやった夢野ちゃんなら知ってるはずだけど。夢野、まだ言う気になんねえのかよ。魔法じゃからな。ここまで言うってことは本当にあれって魔法なんじゃ。怎么又绕回来了。あんたは黙ってて。ゆめのさんは徹底してるね。 あなたたちはいつまでゆめのさんを責めるんですか。酔ったお父さんの泣き言くらいにしつこいですよ。それは言わせてあげようよ。お父さんもいろいろと大変なんだよ。けど参ったな。死体の隠し場所を突き止めるためにも水中脱出の方法をはっきりさせておきてえところだが。肝心の夢野さんがあれではね。だったらみんなで力を合わせて卑弥呼のトリックを解明させるぞ。本当に魔法じゃないんだよね。いや、魔法じゃど。魔法じゃ、魔法じゃ、魔法じゃ。魔女、魔女。夢野さんの呪いが出ましたよ。呪い。夢野さんの呪いは効きますよ。せめて魔法を使えば。夢野さんが水中から脱出した方法ですか。水槽の上からこっそり出ただけとか。それだと絶対に見つかるでしょう。ステージのどこかに仕掛けがあったはずよ。なら水槽を覆っていたカーテンが怪しいね。水槽に落ちてた四角いガラス板はどうだ。下に抜け穴でもあったんだ。きっと本当に魔法で。魔法で水中脱出したんだね。実は夢のは二つ。两个梦魇。どっちかは白金の変装とか。だからコスプレは変装じゃないんだって。有名な水中から脱出した方法でか。水槽の中からパッと抜けたか。それだと絶対にいかでしょ。ステージのどこかに仕掛けがあったはず。なら水槽を覆っていたカーテンが怪しいね。水槽に落ちてた四角いガラス板はどうだ。水槽に抜け穴でもあったんじゃない。それに賛成だ。 V 同意。そうだよ、春川さんの言う通りだ。あの水槽には抜け穴があったんだよ。ふーん、本当にあったんだ。うん、僕は夢の水槽の側面の一部が開く仕組みになっていたんだ。極まって力を制すのです。我拿刀砍他。西原さんのその推理はおかしいですよ。我都还没讲完ね。おかしいって、何が。うん、そんなことにも気づかないあたりは、所詮は西原さんも男子ですね。うわ、そんな男子には天狗が熱い拳と現実を叩き込んでやります。水槽の側面が開いたからって夢野さんの水中脱出とは関係ありません。彼女は抜け穴なんて使っていません。天狗はそう強く確信しています。というわけなので殴りますね。ちょっと待ってよ。殴る前に聞かせて。直接動手啦。確信しているって何か根拠でもあるの。没错没错。だって水槽の穴から外に出たら一緒に大量の水も出てしまいますよ。そうしたら周辺は水浸しじゃないですか。その言葉切ってみせる。ビーボーダー。もちろん辺りを水浸しにしないためのトリックもちゃんとあったんだ。水槽に取り付けられていた階段だよ。あの階段が設置されていた位置をよく思い出してほしいんだけどさ、あの位置は水槽、つまり水槽の抜け穴は階段の内部とつながっていたと考えられるんだ。
階段の内部って。それなら夢野さんの水中脱出の方法もはっきりしてくるよね。夢野さんが水槽に入った直後、ショーの演出で水槽にカーテンがかけられると同時に、水中の夢野さんは水槽の抜け穴から階段の内部に入るんだ。その時溢れた水は階段の内部にたまるから周囲が濡れる心配はない。そこから外に出る時はどうするの？もちろん階段に脱出用の扉もあったはずだよ。きっとステージ裏側の側面が開く仕組みだろうね。しかも扉は側面全体が開くわけじゃなくて、下の方は開かないようになっていたんだと思う。それなら水を階段内部に残したまま本人だけが外に出ることができますね。ただし本人はびしょびしょに濡れているはずだから、周囲に完全に痕跡を残さないのは不可能だ。それでステージを…夢野が階段の側面から出た時に濡れた…どうなんだよ、びしょびしょビッチ。湿透的表子。この反応からして正解みたいだね。でも服が濡れてたって言いましたけど。そうね、当然じゃ。うちの水中脱出は種も仕掛けもない、魔法じゃからな。そうです、もちろん。制服を着替えたからだよね。寄宿舎には予備の制服が何着も置いてあったはずです。そういえば卑弥呼って今朝制服とタオルを持って体育館に来てたよね。被抓包。なんて言っちゃうんですか。そっか、タオルも置いてあったんだね。まあ短時間で髪を完全に乾かすのは難しいだろうけど。交给髪就好了，髪交给髪。夢野さんは髪が短い上に帽子もかぶってるから、少しくらい濡れてても誰にも気づかれないだろうね。濡れませんよ、夢野さんは水には濡れない体質なんです。どんな体質？夢野、そろそろ観念したらどうだ。うちの巻きじゃ。おぬしらの言った通りじゃ。あの水槽と階段には仕掛けがあったんじゃ。やっぱりね。ただ水槽に仕掛けがあったのは認めるが、うちがそれを使ったとは限らんぞ。うちはあくまで魔法によって水中脱出しただけじゃからな。随便な、这不重要了。だからいつまで言ってんだ、てめえは頭もどぶすか。まあこれで水中脱出の方法も分かったことだし。星くんの死体が隠されていた場所ね。おそらくその階段の中のスペースでしょうね。でもそこは夢野さんが脱出に使うスペースだよね。夢野は死体と一緒にあの階段の中に入ったのか。ファンクラ系のド変態じゃねえか。いいえ、それは無理だと思います。あそ…うん、そんなに大きな階段でもないし、いくら星くんと夢野さんが小柄でも難しいと思う。同時に入る必要ないよ、入れ替わりで入ればいいだけだから。水槽から階段のスペースに入るとき、そこにあった死体を引っ張り出して、代わりにスルスルっと自分が入れば、ほら、あの時の状況が完成。卑弥呼はそうやって自分と龍馬の死体を入れ替えたのだ。待ってください。むしろ卑弥呼以外に今の方法ができた人っている？
アンジーさんはどうして一緒に行動していた夢野さんを追い詰めるんですか。テンコこそ卑弥呼のことをかばってるけど、その卑弥呼が犯人だったらどうする。テンコのせいでみんな死ぬんだよ。神様に祈りを捧げる人もいなくなっちゃうんだよ。テンコはそれでもいいの。いいですよ。誰に何を言われようと、テンコは信じています。純子是真愛啊。夢野さんは人を殺すような人じゃありません。テンコはそう信じているんです。こんな状況だろうと、信じたい人すら信じられないなら、テンコは死んだ方がマシです。太感人了。だからテンコは最後まで夢野さんを信じます。加油，我挺你。龍馬の死体を水中で入れ替えられたのは卑弥呼しかいないんだよ。夢野さんは自分が水槽から脱出する際に階段の中から死体を引っ張り出して、入れ替わりでその中に入ったんだね。それを見たとでも言うんですか。さすがに見るのは不可能よ。あの時はショーの最中だ。水槽にはカーテンがかかったの。つまり誰も見ていないってことだね。それは違うぞ。太弱了太弱了。いや、水槽の中を見ていた人ならいたんだ。ゴンタ君。ゴンタ君だよ。ショーの最中にステージに上がったゴンタ君は上から水槽の中を見ていたんだ。そうだよね、ゴンタ君。見る。誰もいなかった。水槽の中には誰もいなかったんだ。だから手がかりにはならないよね。いや、それは大きな手がかりだよ。だって证明了梦也不是凶手。もし階段の中に星くんの死体を隠していたなら、夢野さんがその中に入るとき、星くんの死体を外に出さなくちゃいけないはずなんだ。だってあの階段には二人が同時に入るほどのスペースはなかったからね。没错没错。でもゴンタくんが水槽の中を見たとき、そこに誰もいなかったってことは、階段の中に星くんの死体を隠していたって考えは成立しなくなるんだ。無理やり二人同時に入ったかもしれねえだろ。入れ替わりを目撃されねえようにな。けど目撃を警戒すること自体が不自然だと思うよ。ゴンタ君が水槽の中を見たのは偶然で、本来はカーテンで見られないって前提があったはずだよ。だとすると無理して狭い階段の中で死体と入れ替わろうとは考えないはずです。むしろ死体を水槽に出してから入る方が素早く楽に行えるので合理的です。じゃあ星くんの死体が隠されていたのは階段の中じゃないの。だったら死体はどこに隠されてたんだよ。はっきりしねえと無差別的にぶっ殺すぞ。星の死体はどこに隠してあったんだよ。本当に階段の中じゃないんだよね。夢野さんが入るスペースしかありませんし。だったらカーテンの裏はどうですか。そこから水槽に入る手段があれば可能性としてはありえるかもしれないわね。むしろ死体はずっと水槽の中にあったけど見えただけだったり。かなり特殊な視覚効果でもないと無理だよ。ピラニアが入っていた水槽は、そんなところに死体を隠してたら先にピラニアに食われちまうだろうが。でも死体とピラニアが分断されればピラニアに襲われることはない。竟然在那么后面。本当に階段。我要 VR。しかありませんし。だったらカーテンの裏はどうですか。
槽に入る手段があれば。この日としてはいいかもしれない。むしろスタンはずっと水槽の中にあったけど、アンティーたち見えてるだけだったり。かなり特殊な視覚効果でもないと無理だよ。水が入っていた水槽は、そんなところに死体を隠してた。先にピラニアに食えちゃうわ。でも死体とピラニアが分断されて、それに賛成だ。神宮寺君の言う通りだ。死体とピラニアは分断されていたんだよ。水槽の底に落ちていたあの四角いガラス板でね。あのガラス板を仕切りにすれば、水槽の中にピラニアのいないスペースを作ることができる。そうすればピラニアに襲われずに、あの中に死体を隠しておくことができるはずだよ。だったら死体が隠されていた場所はピラニアが入っていた水槽で間違いないですね。じゃあ星の死体はピラニアと一緒に上の水槽から落ちてきたのか。やっぱりそうだったんだ。どうしたの、ゴン太くん。あのね、ピラニアが落ちてきた時、ゴン太はステージの上にいたでしょ。みんなよりずっと近くで見ていたから気づいたんだと思うけど、あの時たくさんのピラニアに混じって何か大きな塊が落ちてきた気がしたんだ。あれが星くんの死体だったのかもしれないよ。でもちょっと待って、本当にピラニアの水槽に死体が隠してあったの？だってあの水槽って正面がガラス張りだったわよね。つまり正面からは丸見えよ。そんな水槽に死体を隠しておけるのかしら。いくら水槽の水が濁ってたからって丸見えは困るよ。だから丸見えにならないようにあるもので死体を隠していたんだよ。あるもの？さっき死体とピラニアを分断するためにガラス板を仕切りにしたって言ったけど、その方法で死体を分断させることには同時に死体を隠せるって利点もあったんだ。あ？なんでその方法？これだ。ピラニアだよ。え？ピラニアで？うん。一日でそんな増えたのか？ピラニアって。哦，长知识了，食人鱼的性欲超级旺盛的哦。いや、実際に増えたわけじゃなくて、そう見えただけなんだ。ガラス板で仕切りを作ると、その分ピラニアのスペースが狭くなるでしょ。その結果、ピラニアがぎゅうぎゅうになって増えたように見えただけなんだよ。そして。ピラニアが密集した分だけ奥も見えにくくなるはずだから。それが目隠し代わりになって奥の死体を隠していたというわけね。その仕切り板は蓋じゃな、ピラニアの水槽についていた蓋じゃ。あの蓋は簡単に取り外せるようになっておったから、それを仕切り板として悪用したんじゃろ。どうでもいい補足をありがとう。何言ってるんですか、重要な補足ですよ。うむうむ、蓋なら少し大きいかもしれませんが、斜めにすればぴったりはまりそうですし。いやー、さすがは夢野さんですね。ま、ここまで証拠が出揃ってんなら死体あ
これで夢野さんが疑われる理由はなくなりましたね。は？だって水中で死体と入れ他の容疑者も考えられるってだけで容疑者からそれでも大いなる進歩なのです。よかったね、ひみこ。きっと神様も喜んでいるよ。见风转舵的家伙。じゃなくて謝ってくださいよ。神様もろとも夢野さんに謝ってください。神様はみんなに否定されてばっかりでふてにしちゃったよ。器のちっちゃい神様だな。いや、いいんじゃ。悪いのはアンジーではない。悪いのはこの学級裁判、この殺し合いなんじゃからな。ねえ夢野さん、どうしてそんなに心が優しいんですか。と神様も言っておるからな。完了完了。えジャガ、イケメンの神様がふて寝してしまったとは残念じゃわい。洗脳がまるで解けてない。 でも天候は諦めませんよ。これ式はお茶の子です。つーか、どうすだよ。結局振り出しに戻っちまったじゃねえか。振り出しってなんで。てめえは偏差値ぐっ。ぼか、全員が容疑者ってことは振り出しってことだろうが。ううん、全員じゃないよ。容疑者はアリバイのないやつだけだからね。あ、アリバイってなんだよ。ああ、色豚にわかるわけないよね。仕方ない、順を追って説明してあげるよ。色豚？犯人は体育館でピラニアの水槽に仕切り板を入れたり、そこに死体を隠したりしたみたいだけど、体育館でそんな細工ができる時間なんて実は結構限られてるんだよね。夜時間前だね。あったり、さすがは超高校級の探偵だね。ま、待てよ、なんで昨日の夜時間前ってわかるんだ。え、今のは消去法で考えればいいだけのバカみたいに簡単な問題なんだけど。仕方ないの、頭の弱いビチコちゃんのために説明してあげるか。あ、小婊子。まず夜時間は体育館が閉鎖されている以上可能性はなくなるんだ。夜時間に体育館に入るとなっちゃうからね。オイラの肛門がね。さあしょ、サイリンや。サイリンな。そして夜時間が明けた後、つまり今朝のショーの前って可能性だけど。いや、それはないよ。今朝はアナウンスが鳴る前からアンジーとヒミコが体育館の前で待ってたんだぞ。というわけで残された可能性は昨日の夜時間前しかないんだよ。こんな簡単な問題を間違えるようなやつはそこの色豚ビチコちゃんレベルの恥ずべき存在だよね。好色这个小婊子。あ、是的是的。つまり犯人は昨日の夜時間前に欲しくだったら、彼が殺されたのも昨日の夜時間前ということになるわ。やった、これで犯行時刻が分かったね。けどまだざっくりしてんな。もっと。募集到新的情報。昨天晚上8点左右啊。これだ。星君の目撃情報をもとに考えれば、彼の死亡時刻をもっと絞れるんじゃないかな。
ねえ、東条さんはみんなに聞いていたよね。星くんを最後に見かけたのはいつかって。ええ、最後に見かけたのは極原くんだったわよ。え、そうなの？ゴン太さんが最後に星さんを見かけたのはいつなんですか？みんなを昆虫で和もう会に誘ってる時だから、夜8時くらいだったと思う。最後に目撃されたのが夜8時、なおかつ殺されたのが夜時間前ということは、夜8時から夜10時までが犯行時刻ということになるわね。その時間のアリバイがない人を探せばいいんだね。それなら簡単そうだよ。だってその時間帯は大半の人間がゴン太くんに捕まっていたからね。確かあの場にいなかったのは星くん以外だと。私と桃太くんとイルマさん、それに春川さんの4人ね。さすがは東条ちゃん、自分に不利でもちゃんと自己申告してくれるんだね。私はみんなのために動いているんだもの。真実に近づくためならいくら疑われても構わないわ。ああ、美しいよ。ついでにこれも先に言っておくわね。犯行時刻の夜8時から夜10時までの間なんだけど、私は一人で体育館に行っているわ。ただしほんの5分くらいよ。だとしてもそこまで自己申告する？自分で自分の首を絞めてるようなもんだよ。いくら5分くらいっつっても体育館に一人でいたのは怪しすぎんだろ。犯人はそのメイドババアで決まりだ。てめえが星をやったんだろ。決めるのが早すぎるよ。そんなもん必要ねえ。ですがイルマさんにだって犯行時刻のアリバイはありませんよね。俺様を疑ってんのか？俺様は体育館がどこにあるのかも知らねえんだぞ。あっしゃ。そうやって無駄な嘘までつくからイルマさんは疑われちゃうんだと思うよ。他にアリバイがないのは桃太くんと春川さんだね。君たちの言い分も聞かせてもらおうかな。ずっと自分の研究教室にいただけだよ。体育館なんかに行ってない。でも誰もそれを証明できないんだよね。で、桃太ちゃんは？どこがしょぼいんだ。むしろセレブ感丸出しじゃねえか。とにかくアリバイがない4人の中に犯人がいるのは間違いありません。申し訳ありませんが君たちを疑わざるを得ない状況です。誰ですか？誰が犯人なんですか？待てよ、なんで俺が疑われてんだ。さっきから大活躍してやってるのによ。思い出したぞ、俺様にはアリバイがあったんだ。私が怪しいかどうかは議論を進めてみればわかるはずよ。俺たちは犯人なんだからね。我好像装那个技能，可以直接消灭那些高声台词啊。我的什么？你要逃避吗？你干嘛在等的？どんな教室のロッカーに隠れたり、本当から逃げてた。女子トイレに隠れたりしてな。ちょっといろいろあったんだ。ファーセンで色情が。マキのアリバイは？夜9時になるまでの5分。夜時間前に疲れて決まったんだ。私は誰とも会ってない。まさか女子トイレですか？ずっと体育館にいたんじゃないですか？あちらに自分の個室だっつの。私は一人から逃げ回ってたんだ。どんなアリバイですか？教室のロッカーに隠れたり、本当から逃げてた。一緒にいた夢の人たち、
ご家族に連れ去られてから牧のアリバイは夜9時になるまでの5分間4時間前に疲れて寝ちまったんだ。私は誰とも本当に夜9時に体育館を出たんですか？ずっと体育館にいたんじゃないですか？自分の個室だっつうの。看不出来。哦哦，九点，对，八点五十五到九点嘛。然后九点之后就一直在追那个。哎，不是王马的证词啊！哦，掉了，有撞见东条，然后就一直被他追嘛，追到十点。くれなり。ポントから逃げてた。一緒に隠れたりしてな。ちょっといろいろあった。ご家族に連れ去られてから。マキのアリバイは夜9時になるまでの5分。4時間前に疲れて寝ちまったんだ。私は誰とも。本当に夜9時に体育館を出たんですか？ずっと体育館にいたんじゃない？聞こえた。ああ、没有打到 V 点。いや、東條さんの言葉は本当だと思う。大間くんは夜9時に東條さんと出会って体育館にいた夢乃ちゃんとアンディちゃんをゴン太が捕まえに来たのが夜9時5分前くらいで、俺はその直後にゴン太の研究教室を出てそこでばったり東條ちゃんと会ってるから、確かに東條ちゃんが体育館にいられたのは夜9時になるまでの5分か。大間くんにはその話をもっと早くしてもらいたかったわね。ごめん、忘れてた。裁判を盛り上げるためとか、そういう意図はないよ。絶対是为了故意炒热气氛啊。忘れた。その発言は嘘の可能性がありそうです。重要不重要。人間はロボットと違って、ハードディスクから簡単に記録を呼び出せないんだよ。很针对希望哦。僕が落ち込むと思いましたか？むしろ。皆さんの非合理さに同情します。大家以为我会很沮丧吗？我反而很同情大家这种不方便的地方。超像小学生的。もし私さらにその死体を体育館まで運んでピラニアの水槽に隠すなんてとても不可能よ。星を体育館に呼びつけて殺せば死体の運搬をする必要はなくなるよ。そうすればあとは水槽の細工だけで済むけど。もともと体育館にはアンジーさんたちがいて、極原くんが彼女たちをさらったのは私にとって不可抗力よ。まさかそれを計算に入れてあらかじめ星くんを呼び出しておいたとでも言うの？有点牵强。さすがに厳しそうだよね。おとなしく他の可能性を探した方が良さそうかも。きっと他の誰かが俺と東條ちゃんが話している間に体育館に忍び込んだんだろうね。それができた可能性があるのはアリバイのない残りの3人。白天春川イルマさんと桃田さんと春川さんですね。俺様も入ってる。ただその中には容疑者から外せそうな人が一人いるんだよね。怪しくねえやつがいるだろう。ったく、ちゃんとみんなに言ってやれよ。そうだ。穿着内衣的女性啊。あ、なんだと。そうだね。彼女にはアリバイがあるから、容疑者から外していいと思うよ。おっしゃ、だ
から言ったじゃねえか。待て、そいつにアリバイがあるなんて今まで誰もそんなこと言ってなかったじゃねえか。でもみんなの発言を合わせて考えてみる限りそうとしか考えられないんだ。下着姿の女性？そんな欲求不満の露出狂なんてイルマちゃん以外にいないでしょ。总是很饥渴的暴露狂啊，真的除了这个人没有没有其他可能性了。オーマが見たのはただの人影なんだろ。だったら女の下着をつけた俺かもしれねえじゃねえか。原来你有这种癖好啊。それは別の意味で有罪だと思う。另一层意义上也是有罪啊。いや。イルマさんで間違いないよ。ゴンタ君とイルマさんの証言もそれを示しているんだ。发生了一点事情。なるなる。エロエロあったって、本当にエロエロあったんだ。エロエロ。意味不明なんですけど、なんでイルマさんは下着姿だったんですか？それはだな、俺様の半熟エロボディなら、さすがの暴走ゴンタも手を出せねえと思って一肌脱いだってわけだ。わかったか、このゴキブリども。おかげで俺をさらいに来たウブでデカチンのゴンタは顔を真っ赤にして照れてやがったぜ。びっくりしたよ、だっていきなり下着姿で出てくるんだもん。だっていつだ、純心大雕。おかげで俺をさらいに来たウブでデカチンのゴンタは顔を真っ赤にして照れてやがったぜ。デカチンコ、デカチンコ、ゴンタ。おかげで俺をさらいに来たウブでデカチンのゴンタは顔を真っ赤にして照れてやがったぜ。おかげで俺をさらいに来たウブでデカチンのゴンタは顔を、おかげで俺をさらいに来たウブでデカチンのゴンタは顔を真っ赤にして照れてやがったぜ。デカチンのゴンタ。怖く、まあ俺様は自慢の絵画を展示する衣服自豪の会話しい気分だったけどな。男に下着姿なんて見せ慣れてるからな。マジで見せ慣れてるからな。けどゴンタはラッキーだったな。これで一生釣りネタに困らねえぞ。いろいろと理解不能な部分はありますが、イルマさんにアリバイがあるのは間違いなさそうですね。看一下、坏掉了、坏掉了、这个表情坏掉了。うん、ちょっと時間がかかっちゃったけど、これでようやくみんなのアリバイが出揃ったし、念のためにこれは覚えておこうか。なるほど、これでアリバイがないのは桃田君と春川さんだけになったね。じゃあそのどっちかが犯人なんだね。どちらにしようかな、神様の。待て待て、勝て。あのさ、まずは犯人の手口を確定させない？そうすれば犯人につながる手がかりが。そんなまどろっこしいことしなくていいよ。俺にいい考えがあるから。この二人のどっちかが犯人ってことは、今まで重ねてきた議論から導き出された結果だよね。だとすると、これは決めつけでも何でもなく、俺らが導き出した真実なんだよ。だったら、その真実をもっと有効に使おうよ。等一下、不会是身穿吧？我还没攻略他。有効にって、
どうやって？この二人のどっちかが犯人なら、残ったもう片方には犯人が分かってるってことだよね。だって自分が犯人じゃないなら、相手の方こそが犯人なんだからさ。ええ、確かにそうですね。つまり俺らの中にはすでに犯人が分かった人がいるってことなんだ。だったらその人に頑張ってもらえばいいんだよ。頑張るって何を？その二人だけで徹底的に議論してもらうんだ。お互いに相手が犯人だってことを言い争ってもらうんだよ。そんなことしても罪をなすりつけ合うだけにしかならないと思うんだけど。それの何が悪いの？え？協力とか力を合わせてとか言ってるけど、それって結局は疑うのが怖いだけでしょ。いやいや、信頼って言葉に逃げて人を疑う責任を放棄しようとしてるだけでしょ。そんな相手を気遣うような議論ばっかりしてても犯人にプレッシャーは与えられないよ。嘘つきをあぶり出すにはもっと精神的に追い詰めないといけないんだ。そうしてこそ初めて嘘のベールに隠された本性が姿を見せるんだよ。そのためにも容疑者に徹底的に言い争ってもらわないとね。理論とか推理とかはもういいから、相手を貶めて蔑んであざけって軽蔑して叩きのめすような、そんなつまらなくない極限の議論をやろうよ。そうすればきっと犯人はボロを出すはずなんだ。嘘つきがあぶり出されるはずなんだよ。それも議論の本質の一つ、学級裁判の醍醐味なんじゃないかな。班级審判的醍醐味ねえ、モノクマ。パパパ、確かにそういう展開も盛り上がりそうだよね。ほらね。ほらねじゃねえよ、てめえはどっちの味方なんだ。もちろんみんなの味方だよ。俺だってまだ死にたくないんだよ。だからこそ本気の議論が必要なんだ。嘘つきをあぶり出すための極限の議論がさ。等一下等一下、你们看你们看陆坚的表情怎么还是那个样子啊。赶快恢复好不好？怎么还是那个坏掉的表情？そんなことをやれっていうの？なあ、何から話していいかわからないなら、俺が最初の議題を提供してあげようか。じゃーん、これだよ。わあ、好帅哦！解一下这个图，太帅了。それ、モノクマーズパッド？しかも。これは被害者である星ちゃんのモノクマーズパッドなのでした。実は捜査が始まった時、真っ先に彼の部屋に行って拝借しておいたんだよね。彼の部屋から映像を持ち出したのは犯人じゃなくて君だったのか。で、なんで俺がこのタイミングでこんなものを出したのかっていうと、実は星ちゃんが持っていた同期ビデオが二人の容疑者のどっちかのものだったからなんだよね。この二人の、そこにどんな意味があるのか、それを知るためにもこれがどっちの同期かをはっきりさせておこうか。这一定是春川的，因为我有百田的嘛。ねえ、みんなはどう思う？星ちゃんが持ってたのはどっちの動機だと思う？我不能回答。等一下、我不能回答。但百田不就知道我手上有他的？そうだ。春川さんの動機ビデオだろ？你看，你看，一副很惊恐的样子。还在爽？怎么还在爽？あれ？なんでわかったの？そういうつもりだ。さては、サイハラちゃんが持ってる動機ビデオって桃田ちゃんのだったんでしょ。看吧。だから消去法で春川ちゃんを選んだんじゃない？周一、そうなの？うん、その通りだよ。それがどうしたの？星が私の動機ビデオを持ってたからって私が犯人ってことにはならないと思うけど。にしし
やっと喋ってくれたね。それでいいんだよ。俺が動機ビデオを持ち出したのはそうやって君に喋ってもらうためなんだからさ。何それ。さて二人とも準備はいいかな。そろそろ始めちゃうよ。いい。自分が犯人じゃないなら相手こそが星ちゃんを殺した犯人なのかね。じゃあ極限の議論の始まりだ。死に物狂いで相手の化けの皮を剥がしてみろ。ちょっと待てよ。何を勝手に。ふざけたこと言ってんじゃねえ。どっちが犯人かなんて議論するまでもねえだろ。俺は犯人じゃねえからな。それだけは絶対に間違いないんだ。開始だ。つうことは桃田くん待って。大間くんのやり方以外にもけど春川も犯人なんかじゃねえぞ。太帅了太帅了。え白天太帅了。は何言ってるの。まさかどっちも犯人じゃないとか言うつもり。だ、我都还没攻略他，怎么会是凶手呢？そんなの、今までの議論の意味が。今までの議論がどうした？俺も春川も犯人なんかじゃねえのは間違いねえ。なんとなくそんな気がすんだよ。本当な、ねえ、本当に何言ってるの？裁判の結果には俺ら全員の命がかかってるんだよ。感觉每个人的画面都在停在上一栋，你看基旺还是那个表情，所以旁边那个抖 M 女一定还是那个很爽的表情。まさか君のただの勘なんかに俺ら全員の命をかけるつもりじゃないよね。はっ、分かってねえな。こいつはただの勘なんかじゃねえんだよ。宇宙に轟く桃田海人の勘だ。てめえらの命をかける価値は十分にあるぜ。你上次不是玩拉霸输惨输那个新罗马大哥吗？那何それ？我知道你一定是输太多钱，所以抽杀。めちゃくちゃですね。大間くん以上に理解不能です。完了完了，不被信任了。本気じゃないよね。君ってそこまでバカじゃないよね。いや、バカじゃないですかね。バカだバカ。カミットバカそうだよ。バカを連呼すんじゃねえ。とにかく俺も春川も犯人なんかじゃねえんだよ。そいつは絶対に間違いねえ。俺は春川を信じてるからな。信じる、信じるってなんで根拠もなく信じられるの。理由も根拠も関係ねえよ。誰が何と言おうと、どんな手がかりがあろうと。いや、他这样是很帅啦。最終的には俺自身がどう思うかだろ。但完全说服不了人啊。俺が信じられるかどうか、俺が信じたいかどうか、大事なのはそれだけだろ。じゃあ本当に根拠はないのね。うん、完全没根据。 100% ただの勘。百分百靠直觉。天子もその気持ちはわかります。だって天子も夢野さんを信じたいですもん。信じたいって気持ちだけで信じるのは美しい行為かもしれないけど、ただ学級裁判を根本から否定する発言だよね。やっぱりバカじゃな。バカでもいいと思うよ。信じたい人を信じるのが一番だもん。だからバカを連呼するなっつの。さすがに傷つくだろうが。僕も春川さんを信じてみるよ。え？連我也。桃田君らしいよね。そうやってみんなを自分のペースに引き込んでさ。果然我是爱上了
愛上了春春啊。君まで何言ってるの？超高校級の探偵が根拠もなしに人を信じるの？我愛上了白天跟春春啊。でも春川さんが犯人って根拠もまだないよね。それに桃田くんが犯人って根拠もまだない。没错没错。だったら僕は信じるところから始めてみるよ。まずは春川さんと桃田くんを信じてみる。よく言った周一、さすが。それに超高校級の探偵って言っても僕はただの助手なんだよ。言ってなかったっけ？まだ一人前の探偵ですらない見習いなんだよね。でもさ、今の状況でどっちも疑わないでどうやって真実にたどり着くつもり？この状況をひっくり返す手がかりでもない限り、その二人が容疑者というのは変わらない。ひっくり返せばいいんでしょ？お？え？我老婆要做事よ。そこのバカに恩を感じたわけじゃないし、そもそもかばってほしいなんて思ってなかったけど、でもバカだからこそ切り開ける道もあるのかもね。为什么大家都讲出这么帅的台词啊？だからバカって言い過ぎなんだよ。不要久久一笨蛋啊。春川さん、何が言いたいの？言いたくなかったよ。でももう黙ってるわけにもいかないから。わかった、話すよ。だから話すって何を？私は昨日の夜時間に星と会ってるんだよ。お？昨日の夜時間に星くんと？这样就推翻了大家的不在场证明啊，所有人都没有。ということは、昨日の夜時間はまだ星くんは生きていたんですか？不过这句话有可能是骗人的，但是我就是相信春春，相信我的老婆。犯行があったのって昨日の夜8時から夜10時の間のはずですよ。それは間違ってるんだよ。だって私は夜時間に星と会ってるからね。その話が本当だとすると、桃田くんと春川さんだけを疑う理由はなくなるね。そうだよね。その時間帯のアリバイがないせいで二人は疑われてたんだもんね。じゃあ俺と春川の疑いは晴れたってことだな。真的是笨蛋啊。ふざけんな、さすがに今の発言を鵜呑みにできっかよ。ええ、いくらなんでも都合の良すぎる話だわ。それに春川さんはどうして今になってそんなことを言うんですか？そんなの決まってるよ。春川ちゃんの苦し紛れの嘘だからだよ。你不要骗人了好不好？你应该看得，你应该听得出来那是不是谎言啊？休庭。